ですよ。はい、どうも連続カメラでございます。今年もね、あのパワーとネタでまた一戦風靡していきたいと思います。今回ネタこちら、ひどすぎるスーパーの値札、もう書いちゃってますけどね、あのネットでバズってるよくあれです。もう正直ね、ネタがつきました。もうパワーポーゲームもね、結構ネタがつきちゃう。ちょっとマスク外します。まあこうみんなでね、こうでかいスクリーンで見ると結構笑えるっていうことでね、やっていきたいと思います。まず5色系ね、国産ブリッコリー50系ってことで、まあ全然序の口です、これはね。ババナひどい、100円、意外と価格は安いこれね。そこからあのトウモロモシ言いにくい、トウモロ埼玉県産トウモロモシね、100円ということで、すごいね。あと小松菜なのか困ったなのかね、これもうとにかく雑、ひどいっすよねこれね。100円、みんな100円ですね。でも値段も考えられないですよね、みんな100円にしてしまえみたいな勢いなのかもしれないですね。はい、次、レディーボーデン、昔レジーボーデンってバンド言いましたね、ご存知の方いる、やっぱりレジーボーデン、あとでメタルイントロ、はい、ヒットカットムカつきますね、なんかこうなってくるね、本当に寸胴鍋ね270g 178g ってことでね、数個値段は安いですけどね、そういう問題じゃないっていう、とろけるスライスチーズね脱力感がすごいですね、これがね。と、ウオウオウね、ウですよね、これどう見てもね、ぶっ通し超特価ね。これ分かりにくいですけどね、股間限定特価って期間じゃねえよっていう、ね、これ5色系ですよね。だからサチコメンタル安くすりゃいいって問題じゃないですか。蒙古タンメン中卒これはひどいですよね、なんでそうなっちゃうのかなっていうところですよね。雑系、はい、牛肉と忍者がいて構成とか入んないですかね、これ途中でね、武者中がいた技みたいなね、UWF 的なこれいいですよね。まともに読むとクリネヒサなんですけど、しかも下ティッシュだからひどいこれは分かりにくいですよね。お二人様合わせて日本国もうチェックですよ、ね、ピーターパンこれ結構個人的な、もうスーパーでハッピーターンって言ったから、おいピーターパン売ってるぞって娘にずっと煽ってますけど、最近バカじゃねえのって言われるんですけどね。もう、はい、言い方系です。で、幼児袋すぎてやばいよねこれね。ソーセージ丸めたこれうまそうじゃないしね、しかもね。矛盾系ですね。100円アイスクリーム全品190円、ひどいですね。半額122円半額で611円これもひどいですね。あとね福島県産桃天ぷらや炒め物に死に出ました。埼玉県産輸入ブロッコリー埼玉どこなんだっていうかね、はい、これなんだ、いちじく人気のバナナです。ひどいっすよね、本当に。これもね、なかなかエグいっすね。これより隠しでね、受験生を終えて。ダメだろ、お酒飲んで。で、豪快系でね、トマトかっこいいっすね。キャベツパワーがすごいっすね、文字のね。隠しやがって。塩ちゃんこ、ね。塩ちゃんこですよね。ランチ謎系訳ありこもししゃぶっていうね、やっぱり100円ですね、こういうのね、だいたい100円です、ババア
うしたらいいの、おじさんとかね、ね、きついですね。何の喜びもないですよ。店長すごい安い。はい、まとめです。もう今日はあっさりいきます。もうスーパーマーケット市場は、競争激化に伴いいろいろテンパってるらしい。まつげ探しをすることで面倒な買い物も楽しくなるらしいということでね、ご清聴ありがとうございました。次回は面白いネタ用意しておくから待ってて。